ショータイム。ショータイム。ニトリの友人です。T 隊長です。隊長でございます。今日はですね、はい、前回に引き続き、ソシオニクスのお話を、はい、めまいさんいつもありがとうございます。ありがとうございます。めまいさんのブログをもとに勉強させていただいております。はい。で、前回、うん、ソシオニクスとは的なことと、はい、タイプ診断をみんなでやりましょうみたいなのをやったんですけども、うんうんうん、まあ、そこでタイプが皆さん出たと思いますと、うん、隊長何でした？ IEI IEI、はい、僕が出たのが SEE でございます、うんうんうん、これを読むと、うん、まあ、前回の動画でお話ししたみたいにこの JP スイッチというのがなんかそういう現象が起こるよっていうのがあったんですけど、その辺どうでした？両方 J ですね、今見ると。なるほど。 ISFJ か INFJ。 P と JP スイッチっていうのは体調も起こってる。はい、なるほど。体調、あ、そっか、うんうん、MBTI だと ISFP か INFP なんで。なるほど、はい、で、この先ほど出たのを見て、うんうん、ご自身と当てはめてどう思われます？結果ですか？結果を見てなんか、はい、あ、自分に当てはまってるなと思うのか、うんうんうん、まあ、でもこの MBTI でも、はい、INFP か ISFP で迷ってるじゃないですか、はい、でこっち側でも多分両方出るんですよ、はい、前回はこの I、この何だったかは忘れましたけど、はい、ISFP、ISFJ で出てるので、はい、多分まあこの辺なんだろうなっていう。なるほど、うん、で私見て思うのは、うんうん、MBTI の、はい、他の人の動画を見たりして、うんうん、なんか ESFJ ってどんな人なんだろう、うんうんうん、って聞く姿があまりピンとこないんですね、うん、ESFJ の説明を聞いたときに、うん、あまりピンとこない、ピンとこない、うんうん、あのとても優しい人ですみたいな、うんうん、僕はピンときますけどね、それを聞いて。あ、なるほど。いや、僕結構利己主義的なところあるよと、うんうんうん、そんなになんか人を人をなんて思ってねえよみたいな、うんうん、で、じゃあ ESFP の方を聞くと、うん、例えば我々でやってカーシー博士の、はいはい、人生はパーティーだ、でも楽観的でってなると、いや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 、うん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 、っていう N じゃないですか、うん、っていうところがあったりして、はい、で何て言うんだろう、ただそのユングさん、大元のユングさんって言うじゃないですか、うんうんうん、そのタイプ論っていうのは、うんうん、その時のあなたの座標でしかないって、うんうん、で人間はその、うん、自分が欠けてるものを取りに行こうとして変わるよ、うん、よくなんかエニアグラムだと、うん、気質、うんうんうん、タイプは変わらないなんて言いますけど、うん、こういう MBTI とかだと、うん、これユングを元にしていいんですかね、要は変わるよ、変わるよ、うん、っていうのはなんかその皆さん行動とか考え方って変わりませんと思うんですよ、うんうん、それが反映されるっていうイメージです、僕は。あ、なるほど。でエニアグラムは元々を探りましょうみたいな感じじゃないですか、はい、その常識とか、 なんか経験とかが積み重なった今の性格みたいなもののもっと核になる部分を探りましょうみたいなのがエニアグラムって感じじゃないですか。そんなのねえよって言いそうになっちゃった。なるほど。そんなのは、まあ、あるかどうかはありそうな気もしますけどね。気はしますけど、それが分かるのかよは僕あります。そうですよね。そう、なのでその、まあ、もちろん ESFJ のやつも分かるは分かるんですけど、うんうんうん、例えば昔の僕だったら内向的だったのかもしれないけど、うん、その例えば、うんうんうん、あ、女の子に告白できた、こんな、うんうんうん、新しいことに挑戦してできた、うん、っていうのが重なっていくと、うん、ちょっとずつなんか、あ、まあ、一夏の経験で大胆になるみたいな、できるようにはなったりしますよね。で考え方もちょっとずつ変わっていくよなとは思うんですね、うんうん、なのでこういうそういう考え方でいいんですかねっていうふうには思ってます。っていうところで言うと、私が今この先ほど前回の動画でやった、うんうん、あのソシオニクスのタイプ、うん、SEE を見ると、うん、なんか、あ、こうなりたい僕だなっていうのが出てきたんですね。あ、君はこういう風になりたいんだねって。あ、確かに。でそれをやってる可能性はありますよね。だから、あ、行動でね、行動で、はい、だからそれが出るみたいな。あ、面白い、うん、っていうのは多分でも、うん、明らかに変わってきてはいると思うんですね、うんうんうん、なんて言うんだろう、やっぱりこの YouTube やり始めた時って、うんうん、エニアグラムやり始めた時はまだ50人ぐらいの時の細々やってるのと、はい、まあ、まがいなりにもその1000人超えて、うんうんうん、ちょっとなんか自信じゃないですけど、あ、こうやって やればいいんですねみたいなのがつかめた僕とみたいなので、なんかちょっとずつ
変わりはあるのだろうなとは思ってるんですけど、うん、変わっていいものだとは、まあ、いけない、いい悪いじゃなくてって感じですよね、はい、あそれはちょっと日本語のチョイスを間違えた申し訳ございません、うん、そうですね、うん、変わるものだよ、うん、なんですかね、うん、はい、野下さん、外部刺激はもう多いよとなりやすいのが内向型の皆さんかと思いますけどねと、うん、外部刺激はもう多いよ、閉じ込められるのは辛いよが外向型、ああ、っていうのはどっちですか内向かもしれないこれを聞くとよく言いますよね、でもこういう話を聞くと、はい、内向かもしれない、僕内向かもしれないです、うん、あの外ではまあまあエネルギーを使うので、うんうんうん、気使うじゃないですか、うんうんうん、もういいよって、ただ、うん、外であの輝いてる僕も好きなんですね、うんうん、ずっともう家にじっとしてるみたいなのはでも嫌ですよね、きっと、でも全然平気です、うん、あ、ちょっと今動画とかがこの場があるから平気なだけで、はい、あ、そうですそうです、うん、あ、そうです、本当にこれなくて、はい、もう土日祝日は家でじっとしてるみたいな、いや無理です、無理無理、うん、無理ですっていう意味だと無理です、うん、はい、大丈夫、別に平気ですか、ずっと、まあ、ずっと平気ですよ、好きなことをこもってやってるのは、なるほど、うん、僕やっぱりね、好きなことって言われると、うん、やっぱり人は欲しいです、うんうんうん、見てくれる人は欲しい、うんうんうん、聞いてくれる人は欲しいです、うんうん、3日未満パーティーが辛いか3日未満在宅勤務か、プラプラはしない、僕はまあ、 あの閉じこもってるのは好きじゃないです、なるほど、自宅に監禁みたいな閉じこもってるのは好きじゃないけど、はい、人がいなきゃみたいなのはあんまりなくて、はい、プラプラ散歩とかで十分ああなるほど、うん、じゃあこの外に出ては活動したい、最悪この場がなくても保てる、うん、この場がなくてもまあ保てる、なるほど、うん、僕この場がなかったら始めますよ、うんうん、どっかでどっかで始めますよ、うんうんうん、YouTube チャンネルを、うんうんうん、なるほど、でもそれはここまで来たからみたいなところあるじゃないですか、いやでも多分やってるんだと思う、成果が出なくても今 なかったとしてもですよね、 なくって、はい、全く、まあ、要はここがこの全く成果がなくても、はい、とりあえず出たいからやるみたいな感じなのか、はい、あまあでも、うん、人は欲しい、人は欲しい、はい、うん、なおパーティーは必ず1回ごとに1人誰かと話すこと、在宅勤務時はスマホを取り上げるものとするっていうルールがあるみたいです、あきついですね、そう僕もね、あこれだと僕外交でいいっすよだとスマホは欲しい、僕パーティーの時は視界がいいんですよね、うん、目立ちたいんですよ、あの談笑は苦手なんですよ、僕あのパーティーも、はい、なんだろう、仲のいい友達のパーティーなら大丈夫です、本当僕なんかあのあまり知り合いじゃないところの結婚式とかも、僕もそれはちょっときついですよ、ね、無理無理無 理, 無 理, 無理、知らない人ばっかりのところに、はい、のパーティーはちょっときついけど、仲のいい友達とかがいっぱいいるパーティーとかだったら確かに、うん、はい、いつ見ても綺麗に外交内向に分かれるんですよねと、なるほど、うん、やっぱり僕そのやっぱ外交な気はするんですけどね、まあそんな気はしますよ、はい、で要はこう引きこもってるのも好きっていうのは出てるから好きなだけで、そうですね、本当に出る場がなかったら多分きついと思うんですよ、出る場がなかったら出ますよ、はい、